よし、じゃあ続きやっていきましょう。今回もいろいろコーディネートしていきたいと思います。で、街の探索しようかなと思ったんだけど、なんか、全部、店じまいされちゃってるね。すげえ、かそってるんだな。まあ、ニュータウンって言ってたから、これからどんどん発展していくんでしょう。右側は？あ、ここ行き止まりか。あ、これ釣りとかできないのかな。だったら普通の動物の森やれって感じですけれど。左側も多分行けないよね。じゃあ街の探索は、後々ってことになっちゃうのか。車は乗れないと。こっち側は？あ、お客様のお宅へ行くのはお客様リストから出発だったっけ？あ、じゃあこっち側行けないのかな。なるほど。よし。じゃあ早速、次のね、お客様のね、相手をしましょうか。はい。私はね、ちょっとね、引っ張りだこなんで、いろんなお客様が来ると思うんですよ。なので次のお客様もコーディネートしたいと思います。ただいま戻りました。あ、おかえり。どうだった？自分が担当した家に遊びに行くのはまた違った感覚だったんじゃない？そうですね。あの、後悔しか、ちょっとないですね。これからバリバリ仕事をこなして、たくさんのお客様とのつながりができるといいわね。そうだね。いろんな人と交友関係を持って、あ、本間さん。え、おいおい、大変だよ。どうしたんですか？え、どうしたのよ、本間のおじさん。急にどうしたんですか？トラブル？キャラメル様が怒り出したと。また来てくれてるんだ。この前のお客さんが。誰誰？いるんだよ、店の前に。この前のって、逃げられちゃったお客様のこと？で、今、そのお客様はどういうこと？え？お金を払わずに逃げちゃったのかな？店の前で立ち止まって、部屋のコーディネートの案内を見てるっぽい。私が声をかけて、また前みたいに逃げられたら悲しいし。顔が怖いから。確かにおじさん、第一印象で誤解されやすいもんね。あ、じゃあ俺ももしかしたら誤解してるのかもしれないね。どんな人なんだろう、この人。そうだ、こんな時こそ、アビビー君、あなたの出番よ。どうして？顔がいいから。ちょっとお店の外に出て、お客様には声をかけてらっしゃいよ。それで、仕事が取れたらそのままあなたが担当しちゃって OK だから、これなんか仕事押し付けられてない？大丈夫？でもまあ、給料も上がるだろうし、頑張ろうかな。はい、行きます、じゃあ。めんどくさいけど。どういう人なんだろうね。お客様へのお声掛けのコツはね、さりげなく近づいて、顔色から心の声を読み取るの。そんなことをしなきゃいけないの。そんな高等技術が必要なんだ。そうするとお客様の考えてることがなんとなくわかるから、この人の理想を叶えられるかも、と思ったら、自信を持ってお声掛けをしてみると思うわ。いや、別にそんなのなくても私自信だらけなんで、むしろ私がね、失敗するわけないんでね、大丈夫です。はい。川添さん、嫌われてるんですか？私はね、接客よりも裏方の仕事が得意なんだよね。お客様への営業は君の方が向いてると思うから任せたよ。そうだね、顔もいいし、性格もいいし、声もいいし、すべてにおいてパーフェクトだもんね。わかりました。じゃあ私のこの美貌で頑張りたいと思います。お客様？お客様？何か物件をお探しで？お、あ、シカちゃんがいるよ。かわいいじゃん。これ女の子かな？考えてることがわかるかも。あ、たとえどんな辺境の地だって都会的な生活を送れるはずさ。あ、なるほどね。都会っ子だったんだ。で、こんなとこ、偏僻なところまで来てしまって、やだなーって。俺は都会暮らしに憧れているのに、こんなところで。って感じで言ってるのか。なるほど。こんにちは。スタイリッシュで都会的な空間。スタイリッシュね。得意分野です。僕に声をかけたのは君かい？あ、男の子だったんだ。トムソンくん。こんにちは。え、君、タワー抜きハウジングのスタッフなの？はい、そうです。実はね、引っ越したばかりの部屋のコーディネートをこんな感じにしたいんだけど、スタイリッシュで都会的な空間でしょ？どうかな？君に頼めるかな？ガゼン？ガゼンって何？あ、口癖なのかな？え、あ、でもこれさ、断ることもできるんだ。いや、でも私ね、スタイリッシュで都会的って、まさに私のために生まれたような言葉なんで、お任せください。はい。納得のいくね、コーディネートができると思います。楽しいね。それじゃあ、お願いするよ。ガゼン。やったぜ！頑張るぞ！え、いきなりもう部屋行っちゃうんだ。都会的でスタイリッシュか。あ、でも壁紙いいじゃん。打ちっぱなしのコンクリートでおしゃれだね。さあ、始めて。心の準備はできてるからね。ガゼン。何の心の準備ですかね。うん。そうそう、そこの荷物を飾ってほしいんだ。忘れずにね。この3つは必ず置くと。はい。じゃあ、ちょっと開けてみましょうか。スタイリッシュで都会的な空間。これは？え？何これ？透明な壁？やったぜ。いいものが作れそう。もう一瞬で構想が浮かんだわ。で、これは？あ、いいじゃない。レコード好きなんだ。え、音楽が好きなんだね。これは？あ、
テーブル、ガラステーブルか。テーブルがいいのね。じゃ基本的になんか透明なガラスみたいなの、そういうのが好きなのかな。なるほど、わかりました。じゃあコーディネートしていきましょうか。テーブルとかやっぱりさ、このこういう家電っていうのはまあ端でいいよね。端で、で今回は何があるんだろう、どんなのがあるんだろう。あ、コンクリートの壁紙、これ今使ってるやつだね。で、マテンローの壁、まあ、確かに都会的ではあるけれども、まさに都会って感じだもんね。絵に描いたような。あー、まあ、どっちかっていうとせっかくニューでさ新しくあるんだから新しいやつ使いたいよね。じゃこれにしようか。これでマテンローの壁にします。で、床は展示室の床だって。こういうのもあるんだ。これ何、これ騙し絵の床だって。これスタイリッシュでいいんじゃないかな。あー、でもいろいろ結構あって面白いね。ホワイトカーペット、あ、これとかいいんじゃない。防音加工もされてそうだしさ、こういうさ何フェルトみたいな生地ってさ音吸収するから音楽好きの人にはいいんじゃないかな。いいじゃない、ちゃんとお客様のことも考えてるね。でも都会的っていう意味ではこれがいいんじゃない。これ鉄板の床ね。この夏場とかさ暑いからさ、これさクーラーつけなくても床に寝てるだけで涼しいみたいな、そういうこともあるしね。いいと思う。いいじゃんいいじゃん。で家具とかは、よくなんか新しいのある。あー、ベッドとか、あ、これいいじゃん、ハード出てるし、これいいね。じゃあこれで他には、あ、すごい、テーブルとか、テーブルはもうあるからいいか。じゃあ椅子だね。このテーブルに合わせた椅子、あ、これめっちゃ都会的じゃない、近未来な椅子。これはこれすげえ長い、ストライプのあっちや。スタイリッシュではあるよね。なるほど、家電はなんか増えてない。あ、これかわいい、近未来なクローゼット。多分さ近未来系で育てさ、あのコーディネートすれば喜んでもらえるんじゃない。これとかもほら近未来的なシェルフ、いいじゃんいいじゃん。あ、これもかわいい、これ近未来、近未来シリーズで揃えれば多分いけると思う。でもストライプ、家電は、あ、家電もなんかあるよ、近未来的な、何オーディオだって。何でも近未来つきりゃいいってもんじゃないんだけどね。あとパソコン、すげえ、ストライプなテレビ。パソコンは絶対必要だよな。あ、これもハード出てるよ。やっぱコーディネートするといいんだこれ。ストライプ、よし、捨てとこう。オッケー。じゃあこれを踏まえてちょっといろいろねコーディネートしていきましょうか。やっぱスタイリッシュだからね、スタイリッシュに頑張ります。よし、オッケー、完成です。どうですかこのおしゃれティックな部屋、これなら住みたいと思うでしょね。俺が住みたい部屋をちょっと作ってみました今回。はい、こんな感じで真ん中にね、ソファーを置いて、でここでテレビを見ると、はい、で壁掛け時計でちょっとおしゃれなスタイリッシュにします。でダーツする場所もあって、収納もちゃんとあります。で緑を基調とした感じで、ちょっとね自然味あふれる感じで、都会の中のオアシスみたいなのをちょっとイメージしてみました。はい、で家具はですね、ソファーとこの時計はお客様のねカラーリングとちょっとね似た感じになってるんで、それに合わせてコーディネートしました。ちょっと時計がでかいんですけれど、あまりねいい時計がなかったんで、まあこれに合わせて、はい、でこれからね日差しが結構きつい季節になるんで、クーラーもちゃんと完備しております。はい、まあね、都会のスタイリッシュさと自然の調和みたいなの、それをイメージしてちょっとオシャレティックな部屋を作ってみました。これは大満足なんじゃないかな。だって俺が住みたいもん。はい、どうですかこの素晴らしい部屋、文句のつけどころがないでしょ。どうしたんだい、がぜん完成しました。すみませんが中止します。そんなこともできるんだ。じゃ完成しましたよ、どうぞ。はい、素晴らしいでしょ。完成したんだね。それじゃあじっくり見させてもらうよ。どうぞどうぞ見てください。隅から隅まで全部見てください。完璧ですよ。素晴らしい家ができました。さあどうでしょう。トムソン様、スタイリッシュで都会的な空間、どうですか。もう褒められるしかね、褒められる未来しかないですね。どうですかこれ、ほらトムソンさんにすごい合ってるじゃん。家具の色とトムソンさんの色が、毛並みがすごい調和してて、ほらリラックスして寝ちゃってかわいい。すごい落ち着いてるじゃん。でね、ちょっとベッドは置いてないんですけれど、都会的な暮らしということで、まあそこでねゴロゴロしながら寝るという、あ、いいね、コーヒーも飲みながら、あー、すごいリラックスしてる。キャラメル様とは大違いだよ。すごいエンジョイジョイしてるって感じだね。あーすごい、スタイリッシュ都会的な暮らしってこういう感じだよねっていう感じで、いいじゃない、フォトフレームも見て
退屈だよ。いいじゃない、これはかなりの高評価を得られるんじゃないか。どうですかトムソンさん、私のこの素晴らしい部屋220点満点ぐらいじゃない。なるほど、こうなるんだね。ありがとう、またよろしく頼むよガゼン。どうなの、やったぜ、胸を張って新しいハッをゲット。ハッってなんだろう、ハッっていうアクション、ちょっと見てみたいな早く。お、セーブ中。ただいま戻りました。いや今回も完璧でしたよ。あ、お疲れ様。見てたわよ、お客様を連れて出かけるとこ。あ、出かけるとこ、一回中に入らなかったんだ、そのまま行っちゃったんだね。おじさん、あ、本間さんもあなたのことすごいってずっと感心してたわよ。でしょ、できる男なんですよ。それでどうだった、初めて自分で見つけたお客様に満足いただけた。はい、ものすごい満足してましたよ。もちろんバッチリバッチリです、完璧です。うん、さすがね。なんとなくだけど今後はこの調子でどんどんお客さんが増える気がするわ。そうだね、大繁盛するだろうね。たぬきちくんを社長の座から引きずり下ろすのも時間の問題だろうね。それでこの町の住民が増えれば中断しているニュータウン開発の工事も、きっと開発再開できるはず。あ、今中断しちゃってるんだ、だからああいう状態なんだね。今過疎化だからね、もうちょっとなんか発展してほしいけど。ではあるんだけど仕事や来客の予定がないんだよね。そんなわけで明日はフリーだから、また店の前でお客さんを探してきてもらうわね。こういう時にアミーボのカードを使うとどんどん住民が来るんだろうね。それじゃ今日ももう遅いし日報書いて仕事上がってちょうだい。早いね、お疲れ様。うっす、お疲れ様です、お疲れ様です。アベペさん来ましたよ。本当に外のお客さんを勧誘した話、いや本当にアベペさんは行動力があって素晴らしいです。でしょ、惚れちゃうでしょ。うん、できる後輩を持って嬉しいでしょ。僕は今ニュータウン開発の工事の交渉談話を担当してるんですが、役所との調整が進まずまずばかりで、でも僕も負けていられないんで頑張りますよ。ね、これでコーディネートしまくって住民がどんどん増えればね、街も活性化するだろうし開発もどんどん進むよ、頑張ろうね。いいじゃない。どうしてんの、今日はもう上がっていいのよ。でもって一日の仕事終えて帰るときは自分の席に座って日報を書く、社会人の基本だからこれだけ教えちゃダメよ。はーい、日報書きましょうかね。いいじゃないいいじゃない、サクサク進んでるじゃない。あれ書けない、よし書きます。どん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 書いて、どん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 コーディネートしていきましょうよね。おはようございます、今日もいい天気っすね。あ、おはよう。昨日も言った通り今日は特に仕事の予定がないから外で自由にお客さんを探してきてね。不動産ってそんなんでいいのかな、一日全く仕事がないとかありえるのかね。自分の仕事は自分で見つける、これできる社会人の常識だから。じゃあ外回り行ってらっしゃい。そこら辺のお客さんを勧誘してこいってこと話でしょ。怖いわな、キャッチとか大丈夫なんですかここら辺。2階には誰かいる、誰もいないと。ここら辺とか使わないのかね、多分後々解放されるようにはなるんだろうけどね、今はできないって感じか。じゃあ外回り行ってきましょうかね、きっといいお客さんがいるはず。どうだろうな、扱いやすいお客さんがいいな。高額請求しても大丈夫そうな、ちょっと気が弱そうな人に呼ぶ。あ、めっちゃたくさんいるじゃん。何？何事も白黒はっきりつけてな。もちろん部屋もだ。あ、白黒はっきりした部屋。モノトーンカラーでって感じか。なるほど。たくさんいるんだね。新しい家はフルーツでいっぱいにしたいな。フルーツでいっぱいね。なるほど。いいんじゃない？楽しそうだね。他には？あー、2人だけか。なるほど。ちょっとアミーボカードやってみる？せっかくだから。ね。はい、じゃあアミーボね、5パックあるんですよ私。これ開封動画とか作った方がいいのかな、いいよね、めんどくさいし。じゃあ開封します、よいしょー。あーすごい、たくさん、5枚入ってる、3枚入ってるのかこれ。どんなキャラクターがいるんだろう。ゆうかりさん、おさいちゃん、あー、たぬきちくんだ。これたぬきちくんと会えるのかな。たぬきちくんだけキラキラ光ってるけど、これレアカードってことなのかな。じゃあちょっとたぬきちくんやろう、たぬきちくん。任天堂 3D 画像投稿ツール。あ、間違えた間違えた。OK じゃないけど。ちょっとやり方がまだわからないんで、今はまだできないのかな。なんかボタンが下にあるとか言ってたけど、ないよね。今できないのかな。とりあえず今2人いるんで、この2人から相手していこうか。ね。これってランダムなのかな、出てくるの。めっちゃいるじゃん。
じゃあこっちにしようかな。新しいお家はフルーツでいっぱいにしたい。じゃあこの人にします。とにかくフルーティーな部屋、いいじゃない。なになに、あ、たぬきハウジングの人なんだ。あたい引っ越したばっかでお部屋がガラッパのままなんだ。あたいのお部屋のコーディネートお願いできないかな、みかん。何その口癖絶対流行らないよ、みかんなんて。じゃあお任せください。どうぞどうぞ、私に任せてくださいよ。はい、私に任せてくれれば何でもできますよ。わーい、超嬉しい、よろしくね、みかん。まあ、みかんみたいな顔してるからみかんって言ってんだろうね。キャラ作りに必死なんだわな、売れないアイドルみたい。お、ここか、ずいぶん殺風景のとこだね。あ、ここがあたいの部屋だよ。イケてる感じにしてね、みかん。あ、そこの荷物も一緒に飾ってね、みかん。今回は3つなんだね。まあ、基本的に3つなのかな。じゃあ開けてみます。あ、フルーティー、フルーティー、全部フルーツだ。みかんコーディネート、フルーツの中でもみかんが一番好きなんだね。で、なんかニューはない、ニュー。あ、あった、フルーツな壁紙。めっちゃフルーティー。なるほど、こういう風にやる、なんかお客様の要望に合ったものがどんどん追加されていくってことか。あー、ちょ、これはキッチンの絵柄って、すっげー派手な、平野レイさんが住んでそう。じゃあ家具とかは、家具とかも結構いい感じのフルーティーなやつ、あれない、あんま追加されてないね。まあそんなたくさん追加されるってことでもないのか。このオレンジの椅子とかってさ、ね、もう一個欲しいんだけど、ないんだ。へえ。あ、でも時計とか増えてんのかね。なるほど。じゃ私がフルーツいっぱいの部屋をちょっと作ってあげましょうか。ね。完璧です。果物に囲まれた生活、いいんじゃないかな。ドリアンをあしらって部屋全体にコーディネートしてみました。やっぱドリアンっていうのは果物の王様と呼ばれているぐらい、果物界ではナンバーワンの果物なんで、このねナンバーワンの果物に囲まれることによって、お客様ね、あの果物好きのお客様はとても喜んでいただけると、はい、いいんじゃないかな。トータルバランスも考えていい配置にしたと思います。さあどうですかお客様、目がいっちゃってますけど、なんか顔が怖いんですけれど、このコーディネート素晴らしいんじゃないですか。どうですか 100% さん、もうできちゃった感じ。みかんみかんって言ってるのにね、ドドリアさんに囲まれてると完璧じゃないか。完成しました、見てください。どうぞ、あなたのニーズに応えました。やっほー、できたのね、みかん。そうですよ、どうですかこの完璧なの。顔見えねえんだけど壁で隠れて見えなかったけど、さあどうでしょう、かなり喜んでもらえると思います。 100% 様、とにかくフルーティーな部屋、もうどこからどう見てもフルーティーです、完璧です。さあどうでしょう、わあすごい喜んでる、笑顔で溢れてるよ、何この、すっげえワクワクしてんじゃん、いいじゃない、夢と希望に溢れた 100% 様のお部屋。どうですか、真ん中にあるねジュースを用意してあるんで、それを飲みながら、あ、めっちゃ喜んでもらえてんじゃん、この希望に満ちた顔、これからの生活が希望に溢れてるね。一番奥に座っていいじゃない、なんかフルーツに称えられてるみたいだ、 100% 様が完璧じゃないか、これ絶対喜んでもらえるよ。どうですか 100% 様、査定の方 120% ぐらい、120点ぐらいもらえるんじゃないか。さあどうですか、わーい、あたい気に入っちゃったよ、やった、アビピーさんありがとうね、みかん、すげえ喜んでもらえてんじゃん。新しいアクション、笑うをゲット。あ、笑わなきゃね。笑顔が大事。笑いさえあれば何でも OK。いいじゃない、いいじゃない。これいいね。順調すぎて怖いんだけど。こんにちは。アビピ君おかえり。今日も一日ご苦労様。うん。あ、そうそう。さっきたぬき社長から連絡があって、明日の朝来客で会社に顔を出すそうよ。今まで出してなかったんかい。社長に会うのは入社ぶりでしょ？そうだね、入社日ぶり。社長もあなたに会うのを楽しみにしてるって言ってたわよ。アミーボのカードゲットしたからいつでも召喚できそうだけどね。てなわけだから寝坊しないように今日も日報書いて早めに上がってちょうだいね。はーい、わかりました。こんにちは、アビピーさん、お疲れ様です。仕事や会社には慣れてきましたか。そうですね、もうだいぶ慣れました。僕もいつかアビピーさんと お仕事ご一緒してみたいな。そうだね、一緒にやりたいね。一緒にコーディネートしようぜ。私がコーディネート術を教えてあげるからね。うん、どうしてんの、今日はもう上がっていいのよ。あ、そっか。ちょっとさ、2人のさ、ね、せっかくさ作ったんだから、お家行ってリアクション見てみようぜね。じゃあ行きます。じゃあまずは 100% 様からこの笑顔、いいじゃない、出発します。
絶対喜んでもらってどんな暮らししてんだろう今。失礼します。あ、いいじゃない、 100% 様のお家。 100% 様こんにちは。あれ、そっちじゃなくて、ちょ、 100% のところまで行けねえんだけど。やべ、 100% 様のところまで行けない。待って、進めないんだけど。ダメだこれ、ちょっと配置変えないと。あ、配置変えられねえんだこれ。あ、でもこう、あ、すごい、空中浮いてる。 100% 様、 100% 様、ちょ、 100% 様に話しかけない。ダメだ、 100% 様に話しかけたくても近づけない。じゃあ 100% 様はあれだね、そのうちって感じかね。あ、ここであれか、ここでなんだっけ、アミーボ使えるんだ。ちょっと使ってみようぜ。タッチすると他の住民を家に呼ぶことができます。じゃあ呼びます、呼びます。あ、じゃあこれは次回でいいかなね、ちょっと時間がちょっとやばいんで。はい、オッケー、よし。じゃあもう一人の人、よし、じゃあトムソンさん行きます、出発。これはちょっとかなりおしゃれな部屋なんで絶対喜んでもらえると思うんだよね。トムソンさん、どうですか、私が住みたい部屋。あ、めっちゃ音符出てる、どうですか。いやー、ビッペスさん、あ、そうそう、君に伝え忘れていたことがあったんだ、がぜん。なんすか、素敵な家をありがとう、アビビさん。でしょ、褒められると思った、よかったよかった、めっちゃ喜んでもらえるね。いや、こんなね、素晴らしい部屋だもんね、俺が住みたいぐらいだこんなの。よいしょ、これで座って、いいじゃない、めっちゃスタイリッシュ、かわいい。で、これでテレビを見るといいじゃないね。なるほど、よし、じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回にアミーボカードを使ってたぬきち社長にね、ガツンと言ってやりましょうね、お前仕事しろと。オッケーっす。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした、バイバーイ。